どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。We love スワローズ。ということで、7月1日、ヤクルトスワローズ対 DeNA ベイスターズ。4対6で負けちゃいました。悔しいですね。いやー、まあね、先発の高梨投手、前回はね、すごいいいピッチングだったんですけども、今回は捕まっちゃいました。まあね、先発が捕まっちゃった。たらね、まあ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 仕方ないかなと、そういう試合でもね取ってくれる試合が多くなったんですけども、まあまあこういう日もありますよね。仕方ないなと思う今はね言ってるんですけども、実際はですね、8回のあそこポイントですよね。内山選手でチャンスで、あ、ここ一打逆転、内山選手やったらやってくれるやろ思ってたら、抑えられて、そしてそのまま負けちゃうということで、実際ね、あれでちょっとショックで、逆転できへんかったって言ってね、落ち込んだんですけど、よく考えたら、僕ちょっと考え方改めました。あのね、2年目のキャッチャーの内山選手に、あんだけ僕めちゃくちゃ期待したんですけど、わ、こんな期待できるんだと。2年目ですよ、2年目。2年目の20歳のキャッチャーにここまで期待させてくれるヤクルトスワローズ、すごいなと思いました。もうね、いや、幸せだなって、負けたんですけどね、負けて悔しいんですけど、ある意味ここまで期待させてくれる選手が出てきたっていうのでね、僕は今日の試合ちょっと幸せを感じてしまいました。そしてね、市川投手、初登板おめでとうございます。まあね、点は取られちゃいましたけども、なんかね、市川投手が一軍で投げるっていうので、やっぱり嬉しいですよね。これからね、どんどん戦力になってもらって、フル回転していってもらいたいなと思います。若手がどんどん出てきますよ。ねえ、もう楽しみしかないです。明日はね、絶対勝ちましょう。カード連続勝ち越しかかってますからね、明日絶対に取りましょう。全力応援いきましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、内山くん期待させてくれてありがとう。次は期待に応えてよ。